ポロニウムジオキサイドあるいは酸化ポロニウムとは化学式法2で表される化合物である。ポロニウムの3種類の酸化物の一種であり、他には1酸化ポロニウムと3酸化ポロニウムがある。常温では炭鉱色の結晶固体である。真空等の低圧下では摂氏500度で酸素とポロニウムに分解する。ポロニウム酸化物の中で最も安定した化合物であり、 カルコ原価化合物である。室温下では、二酸化ポロニウムは、免震立方合子構造を取り、高温に加熱した場合、正方明ら系の結晶となる。免震構造時は単光色であり、正方明ら系結晶の時には赤色となる。加熱時は薄黒く変化し、消化点である摂取885度では、チョコレート色へと変化する。 ポ4イオンの4半径は1.02から1.04であるので、ポ4、O2 の4半径比率は、立方症系が安定する加減である、約0.73であるため、二酸化ポロニウムには他に二つの就職を加えることが可能である。できた直後は、まさかた明であるが、整地、または強めに冷却すると立方症へと変形する。二酸化ポロニウムは、ポロニウムが自然界に、 ほぼ存在しないことと、二酸化物を形成するには、摂氏250度という高温が必要なため、自然には生成されない。二酸化ポロニウムは、ポロニウム元素を摂氏250度で酸素と反応させるか、ポロニウム水酸化物にや、硫酸ポロニウムにセレン酸ポロニウムに4硝酸ポロニウム4の熱分解によって生成される。二酸化ポロニウムは、 水素化では、摂氏200度、アンモニアや、硫化水素化では、摂氏250度で、金属ポロニウムへと還元される。二三回硬化で、摂氏250度に熱すると、ポロニウムは硫酸塩と言える、白色化合物を形成する。水和した場合、炭鉱色のポロン酸の沈殿を生じる。名前に反し、ポロン酸は、量性化合物であり、酸と塩基療法に反応する。 二酸化ポロニウムは、ハロゲン化水素によるハロゲン化によって、4ハロゲン化ポロニウムが得られる。二酸化ポロニウムは二酸化テルルと非常によく似た、反応を示し、星を形成するが、第16属元素の酸化物の酸性度は、周期が大きくなるにつれて減少し、二酸化ポロニウムと水酸化ポロニウムは、分子量が小さい同族体よりも、はるかに、酸性度が低い。例えば、 二酸化用と三酸化用、二酸化セレン、三酸化セレン、三酸化テルルは酸性であるが、二酸化テルルは良性であり、二酸化ポロニウムは良性である一方、塩基のいくつかの性質を示す。二酸化ポロニウムと水酸化ガリウム、または硝酸カリウムを空気中で反応させると、ポロンスカリウムが得られる。二酸化ポロニウムとポロナイトアニオンは、三酸化ポロニウムと、 ポロネートアニオン同様密接に関連している。二酸化ポロニウムは基礎研究以外には利用されていない。二酸化ポロニウムを含むすべてのポロニウム加工物は非常に放射性が高いためグローブボックス内で対処しなければならない。また放射性物質の漏出を防ぐためグローブボックスをグローブボックスに似た別の箱で囲んだ上で 箱の中を低圧状態で維持しなければならない。天然ゴムから作られた手袋はポロニウムから放出される放射線を十分に防ぐことができないため手術用手袋が必要である。クロロプレゴムの手袋は天然ゴムよりもポロニウムからの放射線を遮蔽する。ありがとうございます。